あれ元祖青森のっけろって書いてあるの分かりますか。おお、ほんまや。株式会社青森魚菜センター本店っていうところなんですけど、やってるよちゃんと。おお、いやーこれ楽しみだな。あそこで食べれるんですね。そう、ここで食べられるんですよ。で一からすぐ近いんで、マジでね、ちょっとこれはおすすめ。どうしたら行きましょうや。他にはなかなかないですからね。早速入りましょう。チケット販売所っていうのがあるのよ。ここでチケットを買います。まずよし、ということでこちらは1500円、これのっけ丼のね、こういう券がついてくるんですよ。なんかこれをいろいろ具材に換算していくわけですよ。面白い。すげえな、これ全部うまそうやね。マグロに行こうかな、まず。すげえな、バンバン使っていく。ありがとうございます。いやすごいね、こうやってねカスタマイズしていくんですよね。見てください、こちらこれがね1500円、全部で1500円。安すぎるでしょ。ウニ、それからね、なんかタラの昆布漬けで、ホッケ、ヤリイカ、サーモン、マグロ、中トロですね。いろんなところでいろんな具材を乗っけていくってことができたんで、楽しいな。いや楽しいよ、ほんまに。確かに、うん、楽しいわ。鮮度が、ね、あるよ、うん、いただきます。うまっ。ザックンはこんな感じです。おエビいったんやね。エビをいきました。タコもあるわ。カニもあります。おお。そう、意外と使い切れへんやろ。そうやね、すごいね。チップがあってね、そう、これを使い切っていくんですよ。なかなか難しい。お疲れ様でした。気づいたらなくなってた。完食でございます。これがすごくてですね、なんか始まった。これ深夜でもなります。いやー治ってる。これ前来た時な、壊れてたんですよ。ほら見てください、この歌詞。上野発の夜行列車はもうありませんから、今はね。こちらの防雪林が日本では最古ということで、これ1893年、明治26年に造林された、なかなか歴史のある防雪林というわけです。で、まあその結果僕の鼻にね甚大な被害を及ぼしていると、まあそういうことなんですね。それは僕の鼻なんかよりもね、安定した鉄道の走行の方が大事です。勝ちました。え、勝利。もう枕崎到着です。じゃあ終わり今日で。見て、 JR バスの時刻表いただけた。うわすごいな、これ。これね、もうね完璧にルート見えました。うわかっこいいな。これちょっとすごいわ、びっくりしてる。ナレーションで今やっとるやろザキ君な。当たりを引いた西園寺全然言ってやろお前。ブーン、やらせを犯した西園寺。違う、やめてやめて。ゴミ捨ててくるからちょっと待っといて。はい、今そこ置いていっていい。どうぞ。1時間後やな。うん、じゃあちょっと待って。ゴミ捨てに行くっつって全然戻ってこやんだけど、あいつどこ行った。待合室も閉まってしまいましたけどね。あいつお前どこ行った。あいつ、あ、え、あ、
え？ごめんごめん。嘘やろ。ないやん。なんかちょっとさっぱりすんな。ないやん。え？あれ？さっぱりすんな。ちょっと。どちら様ですか？え？何してんの？あれ？あれ？誰？いや。どちら様ですか？あのこちらで中央利用されておりました。え？まさかお前。ちょっと。フラット行ってきた。え？いや。フラット行くようなとこじゃないし。あれ？いやあのね飛び回ってるじゃないですか割と。ああ。もうだからね、もうむちゃくちゃなんですよ。え、どこで切った前は？前下関っすね。その前は？その前東京っすね。どういうことなの？お前どこに住んでんねん。あのいつものがないっすよ。僕いつものって言えないっすよ。大体こういうとこいつものがあんねん。いや間に合った。で何今日お前くず巻きで切った？いやくず巻きで。いやどういうことやお前。くず巻きで。くず巻きもびっくりやで。どうかな、まあ短めでね。いやあまりにもひどい髪型だったんで。まあ長かったからな。いやいいけど。いやこれいいわ。いいお土産ですね。待ち時間に切るってどんな行動力やねんお前。いやこれ10段中もう一回切るよ多分。まだどっかで切んねん。長さ的にね。まあええわ。そうだ完全に忘れてたんですけど、ええ、僕先ほど盛岡でね、うん、死者の連絡先をいただいたんですよ。あ無敵よほら営業所。ほんまや芝営業所。芝営業所多分これ一駅隣にありましたよね一個前やね、うん、これちょっと電話します。じゃあこれで聞いていいですか、ね、電話。あちょえ？いやさすがに自分の携帯から電話それお前何でもできてまうかな。えへダメでしょそれは。うそ NG っすかこれ。もし電話をするのであれば、はい、あの公衆電話。公衆電話お金かかるやん。えそれ何緊急時用のお財布っすかのがいい面白いでしょう。おい電話にも金かかます。そうか公衆電話 あるけど一応ありますね。金かかんの何でも金かかんな。いやさすがにスマホで電話はねもう何でもできちゃいますから。まあまあまあ確かにねやったらもう直接行きますこれ営業所金ケチります僕は。お10円でも20円でもねマジか。まだからじゃあここに行けばいいんだな。じゃあちょっと多分一駅隣のバス停がその営業所だったんで、はい、ちょっと直接聞きに行きます。はい大変なことが分かりました。どうしました。バス停はい隣の駅までありません。おおまあ、でもあるんですよ。なんで徒歩です。歩きますか。ハイキングね。おお。だから隣の駅とね石取屋駅、あそこひずめ駅じゃないですか。はい、はい、で隣の駅が石取屋っていう駅があるんですけど、はい、隣の駅まではないとバス停がね。なるほど。その付近まではないということなので、徒歩が確定です。緊急事態、うん、どうしためっちゃトイレしたい。めっちゃトイレしたい。やばい我慢できた。やばいね。これ降りるじゃん。いいですか。ガチでほぼに結構やばいっすね。いや終わりましょう。分かった。いいよ全然いい。ちょっと押してください。ほんまに俺押すでね。ちょっとマジでやばい。すいません。いやいや全然いいけど。緊急事態やこれは。これ一番の緊急事態。焦ってます。じゃあありがとうございました。はい、まーす。どこやねんこのバス停。ガチで行っていい。このバス停どこやねん。ちょっともう早行ってこい。もう何してんねん。おいどこのバス停やねんここマジで。すいません、あの膀胱乱れです。はい、ダイヤ乱れならぬね膀胱乱れによって、まあ、これ仕方ないですからね。もう生理現象ですから。どこ行くんやあいつどこ行くん。岩手県交通の車内で大洪水起こしよりはマシです。降り立ったのはここ高谷沢駅。まあね幸いなことにこれ今秘境駅まで向かってるわけじゃないですからね。北上は新幹線も止まる立派な駅です。で、まあ、本数としても1時間1本あるみたいなんで、まあ、次のに乗っていけば、まあ、その接続がねちょっと響いちゃうかもしれないですけど。危なかった。いや危なかったちゃうね。
よかったですね。いやいや、あの本数多いんでよかったんじゃないですか。西門寺さん、視聴者の皆さん、どうもすいません。